もう画質もめちゃくちゃいいし、発色もですね、非常にいいですし、あと音もね、すごい迫力があって、まあ、好きなアーティストのライブ映像とか見るのにもいいなと思いました。ちょっとこう丸っこいような円盤状っていうとわかりやすいかと思うんですが、重量もですね、コスモスは1.5キロ。そんな言うほど重くはないですね。お、まあ、そうやん。飯テロですよ。はい。どうも皆さん、こんにちは。ドラマオです。今回ご紹介しますのはこちら。幕開けでクラウドファンディング中のプロジェクターですね。アンカーのネビュラコスモスを今回ご紹介します。アンカーといえば充電器とか、あとモバイルバッテリーが有名かと思いますが、それ以外にもね、イヤホンやスピーカーなどのオーディオ系のブランド、サウンドコアですね。まあ、いくつかそのスピーカーとかイヤホンとかレビューさせていただいてるんですけど、あとはロボット掃除機のユーフィーとか、いろいろなブランドがある中で、ネビュラというプロジェクターのブランドもあります。そのですね、ネビュラの新型のプロジェクターが今クラウドファンディング中で、通常よりも安く応援購入という形でね、購入できるようになっています。このネビュラコスモスはですね、2種類ありまして、エントリーモデルの 180p フル HD のネビュラコスモスと 4K に対応したネビュラコスモス MAX があります。今回エントリーモデルのネビュラコスモスをアンカーさんからお借りしています。もうね、実際に使ってみたんですが、これが映画見ると最高ですよ。もう画質もめちゃくちゃいいし、発色もですね、非常にいいですし、あと音もね、すごい迫力があって、まあ、好きなアーティストのライブ映像とか見るのにもいいなと思いました。まず外観なんですが、こんな感じで、ちょっとこう丸っこいような円盤状っていうとわかりやすいかと思うんですが、重量もですね、コスモスは 1.5 キロ。そんな言うほど重くはないですね。ただ 4K 対応の MAX はですね、それよりも少し大きくて、重量は 3kg 近くなる、だから倍近くなるみたいですね。まあ、まずは使ってみたい映像をご覧ください。はい。それでは開けていきます。パッケージはですね、まだクラウドファンディング中なので、こんな感じの簡易的なパッケージになってますね。はい。はい。おー、きたー。思ったよりもコンパクトだな。結構小さい。こんな感じになってます。想像よりもコンパクトですね。はい。まずこちらですね、リモコンがついてきます。はい。で、こちらが AC アダプターですね。じゃあまずこれくらい暗くしまして、電源をオンにします。そうするとこんな感じで立ち上がりまして、まず HDMI をさせる端子が2つあるので、 HDMI 1、2っていう風に選べるようになってますね。あとはまあ Wi-Fi を選んだりだとか、設定のところではこうプロジェクターの細かい設定を選べるようになってます。ブライトネスだったり、色温度だったら、こう今ノーマルですけども、ちょっとこう寒色系にしたり、あとは暖色系にしたりできます。まあ、これノーマルがいいんじゃないかなと思いますけど。で、このキーストーン補正っていうのは、垂直と水平でこう角度をね、こういう風に変えることができるようになってます。マニュアルでも変えることもできますし、オートで変えることもできます。これが垂直で、水平がこんな感じで操作できます。例えばこうちょっとこう前にやったりとかね、あとちょっと傾けたりした時にこう見づらくなっちゃいますよね。でもこれオートにしておけば、例えばちょっとこう前に傾けたとしても、真正面で画面が見れるようになっています。ここまできつく傾ける人っていないと思いますけども、まあ、こういう感じで角度がしっかりと補正してくれるようになってます。もちろんマニュアルでも操作することができるので、自分のね、好みに操作することもできます。あとこれ、ズームっていうのが、こういう風に小さくすることができたり、大きくすることができます。あとは前面への投影か、リアへの投影と。あとまあ天井に設置した場合っていうのもありますね。あとその下にオートフォーカスっていうのもあるんですけども、これはね、押すと、このように自動的にフォーカスしてくれます。あと HDR のオンオフがありますね。で、オーディオのセッティングとか、Bluetooth、アプリマネージャーとか一般とかこうありますね。言語を設定できたりとかします。で、こう自宅の Wi-Fi に接続すれば、もう簡単に Netflix とか、あと Amazon とか Spotify、あとは YouTube も見ることができます。で、ここの Nebula マネージャーっていうのを押しますと、このようにいろんなアプリを見ることができます。まあいろいろありますよね。まあ YouTube さっき見ましたけど、もういろんな配信サービスが選べるようになってます。まあ、これだけあれば自分がね、使いたいサービスっていうのがあるんじゃないかなと思います。結構な数ありますね。
うまそうやん。飯テロですよ。いいね。するために命削る。はい、ということですね。アンカーのネビュラコスモスのご紹介でした。僕はですね、実はそのプロジェクターをね、買おうか真剣に悩んでたところで、プロジェクターをね、投影する場所もすでに確保してある状態だったんですよ。まあそのね、なんかこうポスターとか棚とかも置かずにしておいた場所を用意してあったので、もともとなので本当にね、大きく映像を投影することができたんですが、まあ、いやーすごかった。まあそのサンプルの映像をお見せしてるかと思うんですが、まあ映像でどこまで伝わったかわかんないんですけども、すごい映像も綺麗だし、何よりね、音もすごい迫力あって、 10W のスピーカーがですね2つ搭載されてるみたいなんですが、外部のスピーカーとか、あと Bluetooth スピーカーにもつなげることができるみたいですけど、そのまま使うので十分なんじゃないかなと個人的には思いましたね。僕はその特にこうガジェットの中でもオーディオ系のガジェットのレビューを専門に行ってる YouTuber なので、まあ音にはねうるさいわけなんですけども、それでもねかなりいいなと思ったので、やっぱり映画向けにちょっとこう音を作ってるんですかね。やっぱその映画とか見るとすごく迫力があって、まあその映像の綺麗さと相まってね、本当にこう映画の世界に引き込まれるような、非常にこう没入感のあるプロジェクターだなと思いました。まあその下手にね、この安いスピーカーとかにつなぐよりは、もう全然そのままネビュラコスモスのスピーカーのまま使うのがいいんじゃないかなと思いました。そのスクリーンにね投影したんじゃなくて、もうそのままね直接壁に投影してもかなり綺麗に映像見れますし、セッティングがねとにかくすごい楽でした。こう斜めからね投影すると、まあ、当然ねこう映像も斜めになってしまうんですが、ネビュラコスモスはそれを補正できて、ちゃんとこう正面からね投影したような映像で見れてしまうので、要はそのネビュラコスモスを横に置いて斜めから投影しても綺麗に映像を楽しむことができるので、まあ、そのセッティングの場所がシビアじゃないっていうかね、どうしてもこう前に置くか、後ろに置くか、後ろのちょっと自分よりも高い位置に置くかっていう感じになってくると思うんですけど、まあ、それだとかなりその場所も限られてきちゃうんですけど、横からもこう投影することができるので、そんなにこう場所も困らないんじゃないかなと思います。簡単にねセッティングして見れてしまうっていうのが大きな魅力なんじゃないかなと思いましたね。価格はですね、ネビュラコスモスが 79,980 円、 4K 対応のネビュラコスモス MAX がですね 179,980 円と、まあ、なかなか高価なんですが、クラウドファンディングでね支援購入するとコスモスがですね 30% オフで 55,980 円と、かなりお得に購入できます。でネビュラコスモス MAX がですね、すでに 30% オフがですね先着200名終わってるし、 25% ももう売り切れてますから、 20% オフだと 143,984 円で購入できる感じになってますね。撮影時はやっぱこう見てみるとね、こう 4K 対応のコスモス MAX の方が売れているような印象ですね。やっぱりこう5万近く出すならね、18万近いけど、もう本当に妥協せずにめちゃくちゃ綺麗な映像を見たいっていう方が多いんじゃないかなと思います。僕もね、もし買うなら 4K のネビュラコスモス MAX を買うかなとは思うんですけども、でもネビュラコスモスのも十分良かったんですよ。でしかも5万円って結構安いですよね、プロジェクターで。だからこれなかなか悩みますね。まだですねクラウドファンディング間に合うと思うので、安く購入できるのでね、気になる方はぜひ検討してみてください。下にですねクラウドファンディングのリンクを貼っておきます。はい、ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それがですね下に Twitter のリンクを載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ナナモでした。